FC の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。C の代表の篠崎です。よろしくお願いします。先日、横浜でセミナーをさせていただきました。そのセミナーというのが、こちらでございます。効率よく心をつかむカウンセリングセミナー。こちらをですね、北海道と、それと横浜で、中野製薬さんの依頼を受けてさせていただいたんですが、その2店舗ともですね、業務委託のサロンなんですけれども、まあ内容はですね、ここで伝えてしまうと、まあセミナーをせっかくしていただいたところに申し訳ないので、ぜひセミナーさせてください。必ず結果が出ます。このですね、カウンセリングっていうのは実は、ほぼですね、マニュアル化をしている会社はないんじゃないかなと思うんですよね。なんとなくこれ聞いて、なんとなくこれ聞いてみたいな感じなんですよ。ただやはり、これはですね、経験、成功体験、そういったものの中で自分で作り上げてきたカウンセリング術っていうのを、ある程度のところでマニュアル化しようというところで、この資料ができています。で、実は僕はですね、C のオープンする前に、月間200名の指名獲得っていう、そういう勉強会にずっと参加してまして、で、その資料をベースに、まず C の向けにですね、スタッフ教育のためにカウンセリングの資料を作りました。それを中心に勉強会等をしていたんですけれども、やはり時代も変わり、そろそろ書き換えなきゃいけないなと思っていた頃にこの話をいただいたので、ありがたいことにですね、もう一度すべて書き直した感じになります。現代版ですね。これは、例えばですけど、まあ、例えばですよ、挨拶はこうしましょうとか、言葉遣いはこうしましょうとかっていう、こう、卓上でこう、決められた、まあ、例えばマナー講師とか、そういった方に教えてもらった、こういうふうに接客したらいいですよ、みたいなところではないんですよ。私が約30年間美容師をやって、指名がついた人、つかない人、まあ、自分も指名がついた時、つかなかった時、そういったところの経験値を踏まえて、事実を伝えてるセミナーになるんです。だから、僕がこの資料を使って皆様にカウンセリングのセミナーをすれば、必ず結果が出ます。必ず出ます。なんでこんな自信があるかっていうと、僕が経験してるからだし、僕は、カウンセリング術に関してはプロだと思ってるんですよ。だってプロじゃないですか。切るのもプロだけど、こっちもプロじゃないと、お客様に指示をされることはないと思います。そして、生涯顧客というか、長いことをお客様を担当することもできないと思います。ですので、僕はこれのプロです。必ず結果が出ます。ぜひセミナーオファーしてください。一緒に勉強しましょう。そして、横浜のセミナーの時に、セミナー後にですね、質問を受けたことがあるんですよ。まあ、人間の中身のことについてお話を少しですね、させていただいたんですが、まあ、2時間、3時間っていう時間の中でセミナーをしてると、やっぱりね、時間足らないんですよ。本当のことを教えたいんですけども、マニュアル化とか、まあ、こういう風にしたらいいよっていうところは、ほぼ教えられるんですけども、マインドはなかなか教えられない。ソフトですね。ソフトの部分。その中で、大切な朝の過ごし方で一日が決まってしまう。食べ物で体は作られる。で、これに関して、セミナー後に質問を受けまして、これはどういったことですかっていう、まあそういう話だったんですが、朝の始まり、夜の終わりっていうのはものすごく大切で、何が大切かっていうと、よくね、小学校になるとですね、僕も小学校の子供がいるんですけど、朝ごはんを食べてくださいとかっていう風になるんですね。で、僕は、1日3食食べる、規則正しく食べることっていうのが健康じゃないと思っていて、だってそうじゃないですか。小学校の時はその方が、小学校、中学校、高校ぐらいはその方がいいかもしれないけど、大人になって3食きっちり食べてる人、で、メタボ検診して、メタボです、気をつけてくださいってなるじゃないですか。日本人の男性ほとんどメタボですよ。3食食べてるからですよ。20代真ん中過ぎたら3食食べたら太りますって。だってオーバーしてるんだから、摂取カロリーが。だから3食食べることとか、朝食べ、しっかり食べなきゃいけないとかっていうことをこれで伝えてるわけじゃないんですよ。何を伝えたいかっていうと、朝、余裕を持って過ごしてください。リッチな時間を過ごしてください。プラスの時間を過ごしてください。っていうことなんです。朝ですね、ギリギリまで寝ていたい人っていうと結構な確率で入って手を挙げていただいたんですけど、ギリギリまで寝てるから悪いとかっていうことじゃないかもしれないけど、ギリギリまで寝てるってことは朝結構バタバタしないと間に合わないと思うんですよね。で、バタバタしているところからやっぱり一日がスタートしてしまうと、まあ便秘にもなるし、焦るし、落ち着かないし、そこからのスタートっていうのはそういう日になると思うんですよ。バタバタした日になると思うんですね。で、少し朝時間を使って、
って作って、まあ、テレビつけてみたり携帯見てみたり深呼吸してみたり、まあ、一番いいのは深呼吸してみたり外の風景見てみたり、うん、僕がやってるのはですね、朝起きたらまあ、子供のと家族のためのフルーツを切ってヨガマットの上で深呼吸をして、で水飲みながら今日も一日よろしくお願いしますありがとうねっていうつぶやいてるんですね。で なんでこういうことをやってるかっていうと、やっぱりですね、僕一日20件とか予約が入ってると朝こうドキドキしたんですよ。前の日早く寝なきゃ明日忙しいから、朝起きてああ今日予約がいっぱい入ってるどうしようって思いながら出勤してたんですよ。それってね、そういう日になるんですよ。どうしようどうしようっていう日になるんです。予約たくさんいただいてるって感謝ですよね。だからありがとうって、今日一日ありがとう朝言ってしまうんですね。そうするとそういう一日が実現されるはずです。そして夜ですね、やってほしいのはですね、何言ってんのお前って思うかもしれないけど、入れなかったらシャワーでもいいんで、シャワーを浴びてほしいんですよ。何言ってんのって思うでしょ。実はね、美容師入ってない人結構多いんですよ。僕も実は一番忙しい時って、ほとんど夜風呂入ってなくて、入れなかったんですよ。もう帰ったら眠くて、もうバタって、もう倒れちゃう感じで寝てたんで。だけど、夜お風呂に入ると、やはり眠りも深くなるし、一日やっぱりリセットされます。で、このリセットされる理由っていうのは、特にですね、お風呂を使うと体温ね、ちょっと微量ですけど上がるんですよね。それがですね、何十分か1時間とか、どのくらいの時間だかわかんないですけど、こう徐々にこう冷めてくるんですよ。冷めてきた時に眠くなるんですね。これ湯冷めとも言いますけど、人間が眠りに入る時のシステムっていうのは、まず体温が下がって眠りにつくんですけど、それをですね、お風呂に入ることによって作れるわけです。だから、夜風呂に入るっていうのはすごく大切なんですね。お風呂に入ってない方がいたら、まずは夜お風呂に入ること。で、入ったら朝の過ごし方も絶対変わります。そして、ここにね、もう一つね、食べ物で体は作られるっていうことを書いたんですよ。これもそうなんですけど、私が勉強してきて、最近、あ、そうだなって本当に感じる経験値です。経験値をお伝えしています。疲れたり、イライラしたり、仕事が忙しかったり、余裕がなかったりした時に欲しくなる食べ物、味が濃いもの、甘いものです。辛いの甘いの、辛いの甘いの、食べたくなったな。ポテチチョコレート、ポテチチョコレート。飲み物も刺激物ですね。コーラとか、ジンジャーエールとか、甘いコーヒーとか、飲みたくなった時、ちょっと危ないかなって思うんですよ。どっちが先かわかんない。イライラしたからそういったものが欲しくなるのか、そういったものを欲して食べたところ、腸内環境とかが下がってイライラするのか、どっちかわからないですよ。こうイライラしながらこう、仕事してる人たちがいっぱいいるところでは、豚骨ラーメンとか、横浜家系ラーメンとかが流行るっていうのはそういうことだと思うんです。味が濃くて脂っぽいもの。軽いものだと満足できない。なってくるんですね。どっちが先かわからないけど、私たちができるのは腸内環境が下がったりとかするものを体に入れないっていうことができることじゃないですか。だからなるべくジャンキーなものを食べないようにしている。外で僕こういうのたまに買いますけど、ほとんど買わないんですけど、僕はブラック飲めないんで、これ家で作ってきたやつです。これソイラテですね。もうコーヒーこのくらい。こう、あとソイ、蜂蜜を入れたりとかする程度。特に皆様に感じてほしいのは、こう、汗とかブワーってかいた時に摂取するものってすごく吸収するので、その時に、やはりこう、透明なもの、こういうものじゃなくてですね、やっぱりこういうお水とか、そういったものを摂取した方がいいと思います。朝一に飲むものっていうのも、やっぱり透明なものの方がいいと思います。で、そうでしょ。夜ビール飲んでそのまま寝て、朝起きて何にも口にしない状態でブラックコーヒー飲んでタバコ吸って目が覚めるっていいわけないですよね。脳ですよ。脳が欲してるかもしれない。脳が欲してるかもしれないけど、体は欲してないんですよ。脳は嘘をつくんです。脳って嘘つきなんです。脳が欲しいものを体に入れるんじゃなくて、体が欲しいものを入れればいいんですよ。体が欲しいものを何なのって簡単です。日本人ですから、私たちは。だから飲んでもお茶とか、豆腐とか、お魚とか、そういったものがいいと思います。そういったもので、心を平坦に保ちながら、ご褒美として、お肉食べたり、ビール飲んだり、ジャンキーなもの食べたり、そういうのがいいと思います。ジャンキーなものベースじゃダメだと思います。一度ね、そういうものが体に入ってくると、もうそれが美味しいっていうのがもう分かってるんですよ。美味しいものは、糖と油でできてます。豚骨ラーメンなんて、全部入ってますよね。しょっぱいし、油分もすごいし、炭水化物も入ってるし、で、お肉でしょ？美味しいに決まってるんですよ。それはね、脳です。体は違うんです。体が欲しいものは違うんです。ちょっとですね、体が資本ですから、そういったところに目を向けてもらうと、よろしいんではないかなと思います。まず、朝一は透明なもの。ぜひ、そういったものを摂取して、心を、体をいい状態に保って、それで仕事に臨んでいただけると、それも結果につながってくるんではないかなと思いますので、ぜひ実行してみてください。この動画、良いと思いましたら、グッドマーク、チャンネル登録をよろしくお願いします。そして、
効率よく心をつかむカウンセリング術、絶対に結果が出ます。確実に出ます。なぜなら僕はプロだからです。結果を出してみせます。セミナーやりましょう、一緒に勉強しましょう、オファーください。そして横浜の皆さん、ぜひ一個でもいいから取り入れてくださいよ。絶対結果出ます。半年後です。まず1ヶ月頑張ってください。応援してます。